シス誰も知らない英傑イカレタコスケです。前回まあ無人島でね本当にひどい目に遭いました。まあ無人つってもアジンはいっぱいいましたけども、でこのブレワイの世界はもうオープンワールドの夢が詰まったような世界で、マップをね開いた理由の一つでもあるんですけども、怪しいところがとにかくある。陸路で行くとここなんだけど、やっぱ霧がやばいな。入れないのかな。あ、ここか、ここじゃね、ここ入り口なんじゃね。そうだよね、ここなんか入り口っぽくない。こっから入れる、もしかしてワープされない。あ、ワープされない。そういうこと。迷いの森だってさ、ゼルダっぽいですね。全然、え、迷いの森ただの迷路ですかね。え、わあ、入り口？ああ、なるほど。ただでは行かせんよと。明かりをつければ逆にそこが道になるっていう可能性もあるよね。ちょっと野焼きしてみる。これでこれが道になるということになりませんかね。うわ、こっからわかんねえんだよな。左に行ってもね、消されないんですよ。でも、何にもないんだよね。多分このまま行ったらダメなんじゃない？せめて、霧の壁がわかればいいんだけど。この綿毛みたいなのが向かっている先か？ちょっと行ってみるか。導かれるってやつですね。あ、あ、なんか見える。お、変わったね、綿毛の方向。動物もいる。関係ないかな。と道に沿って綿毛動いてない。そうだよね。ちょっと行ってみよう。変な通路に出たし。どうしようね、これ全然関係ないことで、俺ただ偶然に導かれてるだけだったら。北っぽい。コログの森だ。あー、で、いた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 。 あれマスターソードじゃね。過去の記憶だよね。おお、コログだったのか。主は、おお、やっと現れたか。100年の時、主がここを訪れるのを待っておった。王様以来のフルボイス。待ちくたびれてしもうたがな。だが主の方はやはり覚えておらぬようじゃな。わしはこのハイラルを見守り続けるもの。皆からはデクの木と呼ばれておる老木よ。デクの木ってなんか聞いたことある。それは太古の女神が作られた武器。選ばれし騎士のみが持つことを許され、厄災を打ち倒せるという大魔の剣。そして100年前、それを手にしておったのは他ならぬ主なのだ。だが気をつけろ。その剣を手に入れようとする者は剣自身に試される。今の主に
果たしてそれを抜けるかどうか。もし主が衰えた体のまま引き抜こうとすれば、立ちどころに命を失うことになるかな。かわいいな。気をつけるがよいぞ。そうか、マスターソードが抜けるかどうかもすごい気になるんだけど、ストーリーを進めてないのに俺ここ来てよかったのかな。思った以上に重要な場所では、うん、いくら体力があるように見せかけてもこの剣には全てお見通しよ。この剣を抜きたければ己の誠の体力で挑まねばならんのじゃ。果たして今の主に抜けるかどうかしかと見届けさせてもらおう。まあ、話的にさ、明らかにあれだよね、ガチの HP の話をしてたよね。ちょっとで、偽りの体力って要はこの宿屋で増やしたりした黄色ハートのことでしょ。セーブしてから抜くか。そこまでじゃ。あー抜けないじゃん。抜けないんだ。いやでも待てよ、真の勇者だったらば命を賭してこれを引き抜こうとした時、それこそがこの剣に試されるのでは。命を惜しんで手を離すような男っていうのは勇者じゃないよね。剣よ、答えてくれ。ダメかい。ガチ勢だな、勇者の剣ガチ勢だ。さてここに来た当初の目的ってのはね、この人ポックリン、この人を探してここまでやってきたんですね。武器ポーチ、弓ポーチ、盾ポーチの拡張をしてくれるコログの実を使うことによってね、もう拡張した後ですけども、この人ね、本来だったら別の場所にいたんだけどもね、2回拡張したらね移動しちゃって、でその時にこの森を教えてくれたんだよね、大体の場所をね。でここに来たってわけで、アイテム枠をきっちり拡張しました。この高難易度において武器持てる数ってのは、そもそもあの敵と戦ってる時に武器壊れてしまったらもう戦えなくなっちゃうから、これ拡張させてもらったってわけ。そしてこのマスターソードを抜くためには、なんかね、体力以外にも周りのこのコログの森の試練を受けたら結構大丈夫になりそうなみたいな話をしてたんで抜こうと思ったんですけど、抜けないんだよね。でもう一回この人に話しかけてみると、まだ抜いてないですよ。やっぱり鍛えなきゃ。あれかな、必要な体力値が減るだけで別に無条件で抜けるようになるわけじゃないのかな。あと一個ここの試練残ってるんだけど、マスターソードは見つけたものの、まだ抜くわけにはいかない模様。さてマスターソードはさて一度置くとして、ここ冒険の最中見つけた水の都、ここもねストーリー進めながら本来来るところなんだろうけども、このブレスオブザワイルドでは話がね到着したところから進んでいきます。100年前にリンクと共に戦った英雄かな、あのこの国の王女様ですね。この王女様が元いた場所、まあ、暮らしていた国ということになります。そこでゾーラの鎧、これを王様からもらうんだよね。代々ゾーラ族の王女が将来婿になる男にぴったりのサイズで思いを込めて作る鎧、なんと滝を登ることができるようになるってことでね、非常に面白い性能を持っているんですけども、まあこれ将来婿になる男にリンクっていう話は一切出てこなかったんですけども、王様がリンクに渡した後、リンクがこの鎧を着るとまあ切れちゃうわけだよね。だからここには描かれていない思いというものがあるのかもしれないし、もしかしたらこの先描かれるのかもしれません。王女がねもしかしたらリンクのことを思って作ったのかもねって思うとね、存在には扱えませんってなわけで、でもまあこの国ちょっとピンチに瀕しています。神獣っていう人が作った古代兵器かな、
なんかね、まあ、メカメカしいものがこの世界にはいくつかあって、私は何個確認してるんですけども、その中の一体が暴走してずっと雨が降ってると。でここの人たちは別に雨が降っても問題はないんだけども、ずっと雨が降っていることによって川が増水して、もしかすると、まあ、下のね川下の方にある町とか村にも被害が出るかもしれないよという話をしています。ここももしかしたら、まあ、あの水が増水しすぎてしまうかもしれないって話をしていました。そして話が長くなってますけども、あ、ここの大臣と王子なんですけど、シドとムズリ、まあ、この2人と話をして、とりあえずその神獣の暴走を止めてくれっていうことになっております。こんなとこまで来たぞらか、お前に用はない。ムズリを聞いてくれ、お前に黙っていたことがある。本人を前にして言うのもなんだが、リンクこそミファー姉さんの思い人だったのだぞ。私がさっき言ったフラグが即回収されましたね。俺はその頃まだ小さかったからわからなかったのだが、父上からは何度も姉上がリンクのことを思っていたという話を聞かされてきた。めっちゃリンクどうしたらいいんだ。ここ。なな。そんな作り話を簡単に信じるムズリではございませんぞ。この人はその王女様の世話係だったからね、娘のように思ってるわけですね。ミファー様がこのようなハイリア人を思うわけがございません。現に小屋さん何も覚えておらんのですぞ。このミファー様の像を見ても何も。本当だムズリ、お前は知らんだろうが。リンクももう目を丸くしている。そう、ミファーさんでしたね。種族は違えぞ、見目麗しい海外のファンイラストとかでもよく見かける。おっとリンク、ここで？思い出すのか？思い出したっぽい。こいつが先ほど話した神獣です。こうしてると出会った頃のことを思い出すね。あなたはまだ子供で無茶してすぐに怪我をして、その度私はこうしてあなたを治してた。ハイリア人のあなたは気がついたら私よりも大人になっちゃってたけど、私あなたの傷を治してあげられるの嬉しかった。復活するかもっていう厄災ガノンはどんな相手なのか、どういう戦いになるのか、詳しいことはまだわからない。でもどんなに過酷な戦いになったとしても、みんながあなたが傷ついてしまった時は私が治す。何度でもどんな怪我でも私はあなたを守りたいから。厄災ガノンとの戦いが終わったら、そうしたら子供の頃みたいにまたここへ遊びに来てくれる？切ない。どうしたリンク、大丈夫か？生まれたての稚魚みたいにフラフラと。どうしたドラ？ミーファーを思い出した。なな、そんな都合のいいことか。バカにするのハイリア人。そんな都合よく思い出したりするわけないドラ。そうだよね。とにかくこのムズリ、確たる証拠がなければ断じて信じるぞ。証拠があるというのは見せてみるドラ。証拠？証明できれば電気の矢を集める方法でも何でも教えてやるドラ。電気の矢はね、実は持ってんだよね。これがブレスオブザワイルドの面白いところだよね。多分電気の矢35本持ってるから多分ね間に合うんすよ、多分ね。ただこのクエストっていうのは一個一個こなしておくべきがミファちゃんへの手向けではないかなと
いうことなんだけども、ミファーが作、ん？どういうこと？ムズリを説得しようとしたが、彼はハイリア人を認めようとしない。ゾーラの鎧がこれを使って証明してみせよう。装備すりゃいいのかな？ムズリ、リンクの着ている服をよく見るんだぞ。ああ、私が言ったことがまさにってことでしたね。服を変えてこようと、わしはお前のことなど。なな、それはさっきのゾーラの鎧。ミファー様ご自身が手図から作られたもの。なんとサイズがぴったりだぞら。自分の推理力が恐ろしい。これはどういうことぞら。これでわかっただろう。姉上の思い人が誰だったのか。誰のためにこの鎧を作ったのか。この鎧がリンクにぴったりなのが何よりの証拠だぞ。昔からハイリア人嫌いだったお前に言うなとミファー姉さんが口止めしていたそうだぞ。さあ協力する約束だぞムズリ。電気の絵はどうやったらたくさん手に入る。お前のことだ。もう調べてあるんだろう。むむ、ミファー様はこの者のために鎧を作っておられたとは。ハイリア人の助けを借りるのは嫌ぞらが仕方がありません。わしもゾーラの男、一度吐いた泡には責任を持ちますぞら。もうゾーラのね、国の、魚に関することわざみたいなのがいっぱいあるんだよね。電気の矢がたんまりと手に入る場所を教えましょうぞ。あそこに見える雷獣山。雷獣山？そしてその先端の試しの岬。その雷獣山には恐ろしい奴が住み着いている。わしらゾーラが食らえばひとたまりもない電気の矢を次々と放ってくる恐ろしい魔物。マジ？まさか？ライネル！嘘だ！電気の矢を使う者の、俺が知ってるライネル、爆裂の矢を使ってきましたけども、奴から電気の矢を使う。凶暴だがリンクならなんとかなるだろう、なんとかならなかったんだよね。真珠を調べるには電気の矢が操作な20本以上必要だろ。持ってるけど、さすがだな、リンク。電気の矢をすでに持っていたか。あ、解決した。よかった。ならば雷獣山に行くのは電気の矢が足りなくなったらでいいってことだな。よかった。ならばリンク、俺は神獣のいる東の貯水庫で待機するぞ。準備ができたら東の貯水庫に来てくれ。任せろ。協力して神獣に挑むぞ。ということで、ちょっとおじいちゃんが遠くを見つめていましたね。ムズリさんがね。あれ、じゃあわし別にこの情報いらなかったんではみたいなね。電気の矢をライネルもこれいつか倒したいところですね。というわけで神獣初めての挑戦行ってみよう。全くわからない。こっからどうすんで。おお、来たな。リンク、待ちわびていたぞ。キラン。ゾーラの鎧と電気の矢の準備はできたか。おお、してきたよ。グッジョブだ。さすがはリンク。さあ水の真珠を沈めに行くぞ。それそれ、はあ、泳いでいくんですか。僕スタミナ使うんですけども、水の真珠の背中を見てくれ。はい、水の背の、さあ水いっぱい出てますね。おお、ピンクに光る装置が見えるだろう。あれを電気の矢でいるんだぞ。君にはゾーラの鎧に宿る滝登りの力がある。俺が君を真珠のそばまで連れて行く。そこの滝から飛んで狙うんだぞ。なるほどね。君ならやれる。俺は信じてるぞ。さあ俺の背中に乗ってくれ。わかった。よし、来いと。これはシドの力を借りずに真珠と戦うってことはありえるのかな。ね、今回イベントでたまたまなっちゃったけど、気になるところですね。ルッターはこちらに反応してる。一旦離れて攻め入る隙を伺うぞ。これなんか私操作すんの。チャンス見たらルッターの滝に突っ込むぞ。大丈夫か。なんかタイミングを私が使うんですかね。真珠バルッタは古代の不思議な力を使ってくれ。氷のようなブロックも古代エネルギーらしい。大将は君に任せたぞ。もうわけわかんないよ。わかんないよ。ああ、もうなんかカメラが操作できる。ちょっと待て。あ、わかったこうだ。これ同じリンクが発射するやつと一緒。電気の矢、ちょっと待って。すごいね、オープンワールドで一級に始まるんだね。
え、どこ撃つんですか。こう。あ、違う、登るんだ。滝登りして。こういうこと合ってる。こういうことだな。で降りる。降りました。乗っけてくれる。おお、すごいな。新しいですね。なんかで、こいつは何あれ。おー、なんか来ている。あ、壊せない。ちょっと待って待って待って、どうすんだ。いって、あれ壊せないんだね。ちょっと、ちょ、いきなり始まる。いきなり始まるな。振り落とされるなよ。ど、あ、ビタロックかな。ビタロックか。そういうことか。これで OK。 でもビタロック時間かかるし、煽ってきちゃうから、アイスメーカー。よし、オッケー。おー、ビタロックじゃない、アイスメーカーで破壊する。相殺していく。後ろから来ることは間違いない。こうだね、オッケー。完璧な対処。電気の矢はある。そして滝で滝登りを決めていく。そしてパラセールからの、いけたか。いけてない。いけてないけど、これはもう自力で、自力でいけないか。あ、自力で、あ、いけない。大丈夫です。自力じゃいけないのかな、これ。いてててて、他の場所から同じように乗ったりはできないのかな。ちょっとね、この指導王子なしでクリアするのもね、一回やってみたくなっちゃいますけど、大丈夫大丈夫。 OK で、これ何、これどういうこと、どういう状態。嘘だ、なんか難易度が全然違う。おい、こうでしょ。邪魔な氷ね。こうだ。こうの違う。こうのこうだろ。そして最後の1個割る。で、ここでちょっと回復しておく。あと一発だ。あと一発だよな。で、飛ぶ。で、これさっき降りちゃったけど、考えてみたら降りなくてもいいんじゃない。で、決まり。 OK、 最高だぞ。これ背中乗っちゃった方が楽だったのかな。おやおや、おー、おしまいかい。お、解決。うん、ルッタの放水が弱くなった。ルッタが浮上する。君の目的は、あ、そうだ、俺中に入ることだってたな。そういえば忘れてたけど、そばまで寄せるぞ。うまくやってきてくれ。これはでも王子の力を借りなくてもクリアできたかもしれないね。できないのかな。他の神獣ちょっと挑んでみるか。いや、でも他の神獣挑んでみるってことな。はい、ありがとう。いえいえ、とんでもない。おかげで神獣の放水は止まったぞ。けど君がやらなきゃいけないことはここからが本番なんだろう。そうです、そうらしいです。幸運を祈っている。いやー、熱いな。神獣戦待ってるぞ。これは電気の矢を使わずにとかさ、そういう戦い方もあんのかな。王子イケメンだったな、変なやつだと思ってたけど。ただ問題はこっからだよね。個人的にはこういったルートで戦う。君は最高だ。指導王子、お前も最高だったぜ。できれば普段から仲間として連れていきたいぐらいだ。で、問題こっからだよな。ボス戦があるのかな。
回れ回れやれ風車また同じ場所へ帰って揺れて揺れて果て間な心君は知らない